はい、こんばんは。第三国志やっていきます。どうもハルポンです。今ね、25と105両方戦争あるんだけど、まあね、両方楽しいけどね、ちょっとね、すごい時間が取られてますね。25の方はちょっとね、一部隊大艦級カンストさせて、先週1週間もうずーっとレベリングして、3攻も48レベルまで持ってきましたし、5連も45レベルで、大艦級も、50で、技の血がもうちょいで40かなになるで、あとはあの、軍刀卓の部隊ね、ちょっと今回の特性を生かした軍刀だけの部隊も、まあ、レベル的には36とかまで上がってきてるし、あとは陸航候補数諸葛亮のね、ちょっと歩兵もレベル40近く来てるけど、まあ、戦法レベルがね上がってない部隊が3つぐらいあるから、まあそこも育てきったらもっと楽しいかなって。そこで105区に関しては、まあ覚醒部隊3部隊、全覚醒部隊3部隊使いながらね、ちょっと防守とか、あとは足早部隊とか、オセロ部隊使ってめくったり、まあそんな結構部隊運用してるとね、やっぱね、できること増えるんで、1人でできることが増えるんで、すごい時間がね、ちょっと取られちゃいますっていう、今のね、僕の第三国志の状況の雑談でした。はい、ちょっと2分ぐらい使ったんで、ここからは今日は、まあこのね、画面に書いてある通り、予告憔悴、これなんて読むんだろうね、いつも竜なんちゃら、まあ S3 復刻勝負開催ということで、5月22日金曜日ですね。あ、書いてあるじゃん、下に憔悴竜盤故郷って書いてるね。憔悴竜盤故郷勝負を限定開催しますと。まあね、この3人、今ね、出てる3人で欲しいって言ったら、まあ諸葛亮でね、俺は持ってないから、結構ね、まあシーズン2リョフとか、シーズン3諸葛亮、あとシーズン2砲塔とかね、持ってないの結構あるんで、ただその中でも、特に呂布と、この諸葛亮はマジで欲しい。で、呂布はこの前来たの、シーズン2のね、ガチャ来たけど当たらんかったから、ちょっとね、シーズン3の復刻勝負を当てたいと思います。これ去年も来てたよね。去年も来てた。はい、ちょっと今年こそは当てて、ぜひね、諸葛亮を迎えた編成を作ってみたいです。はい。ってな感じで、まあ、こんな感じでね、諸葛亮、マジってかっこいいよな。目玉押し五武将、あと元文と、まあこの辺はいらんかな。分析も持ってるし、いらないね。はい、まあてな感じで来てるんで、ちょっと皆さんもね、回してみましょう。他のラインナップはどうなんだろうね。元文、諸葛亮、皇后がおって、あー出た長領、あのあれね、黄金族の長領の方ね。で、各将、序将、太子寺、主春、渋いなぁ。こん中で欲しいって言ったら、まあ、各将、序将、主春ぐらいかな。太子寺真っ赤やし、長領もほぼ真っ赤やし、長領使わんしって感じやな。はい。まあ、諸葛亮狙いで回すんでね。なんか、1枚でも当たればいいですけど、特に主春とかかな。今大環境で使ってるし、主旬欲しいかな。はい、まあこんな感じだね。ちょっとね、皆さんもぜひこのチャンスを生かして諸葛亮を手に入れてください。なんかね、これシーズン1とかシーズン2、シーズン3の人、確かシーズン1とシーズン2の人って多分この限定勝負出なくて、シーズン3は出るんかな、ちょっとわからないな。あー、第3シーズンのサーバーでは開催しないか。
だからシーズン1、2、3経験してる、今やってる人は出ないんか。なんかそう、あれだよね。そしたら他のなんか限定賞出してほしいよね。その S1 から S3 やってる人。例えば105区でなんか出てくれれば、回しますけどね。はい。っていうちょっと、口っぽいね、感じで言っちゃいましたけど。で、まあ、これからね、ちょっと、また、ゲームエイトさんが出してくれてるシミュレーション、シミュレーターをちょっとね、何回か回していきたいと思います。はい、画面切り替わります。はい、やってきました。これ、第三国志攻略ウィキのね、小水流盤故郷勝負、シミュレーターやっていきます。ちょっと。いきますね。どんぐらい行こうか。時間的に30連ぐらいかな。おい、おお、渋いね。当たらんかったね。おい、あー、当たらんかったね。今15連。でもこれ限定勝負って10回しかできないっしょ。もうアウトやん。あー、まだ25連して1枚も出ないね。30連で1枚も出ない。あー、やっと来た。確証。ちょっと35連か、今。100連やりますか。はい、40連。45連。50連。おー、すごいね、これ。19000円使って確証1枚やね。絶対回さな、こんなしっかったら。55連。あー、来たー、シーズン3、攻防。超いらん。70で2枚かー。75。80。あと1枚くらいでいいかな、100連のうち、多分。えい、90。えい、95。おー、100でちょうどね、超量と上昇来ましたけど。はい。まあ、100で4枚かー。だから3万8000で4枚やで。絶対回さんわ、こんなんやったら。まあ、ただこんなんじゃないのをちょっとね、期待して、回しますけどね、もちろん。いやー、S3 諸葛亮だったら、誰と組まそうかな。悩むな。S3 諸葛亮ね。誰と組まそうかな。なんか霊帝とかと組ますと面白そうやけどな。まあ普通に考えたら、その食系兵とか食の地みたいなとかやったりするんかな。まあでももうちょいなんかありそうですよね。ちょっと面白い舞台きっと、うん、はい。じゃあまあそんな感じで、ちょっとね、今回のシミュレーションはかなり渋かったっすけど、まあ、あれっす、実際回してみるとやっぱ出る人は出ますし、出ない人は出ない。あと出るときも出る。出ないときも出ない。まあ俺が今までそのガチャ回してきた中で、まあ運いいときもあるし、まあね、全く出なくて、まあ1枚しか出ないときとかもあるんで、まあ、やっぱ、その時の運ですよね。はい。じゃあ皆さんぜひね、ちょっと、シーズン3諸葛亮持ってない方はね、本当に当ててください。持ってる方はもう、いいっすよ。持ってない方がね、当たった方が嬉しいっすよね。はい。まあ、っていう感じでなんか喋ってたらもしかしたら当たるかもしんないんで、ちょっとね、喋ってます。はい。じゃあ今日は終わります。バイバーイ。あ、ちゃうちゃうちゃう。またガチャの動画も出します。はい。じゃあバイバーイ。